ウィジンチャットの順でございます。本日は休息が必要なあなたへということで、まさに皆さんね、そうじゃないんでしょうかということで、そちらのイベントの方をやっていこうかと思います。では参りましょう。スタート。はい、ということでクリスマスイベントということで、休息が必要なあなたへという形のちょっと意味深なね、タイトルがついておりますが、こちらの方、いつもと一緒ですね、スゴロク形式の1から7までのクエストがありますと。まあそこでポイントを稼ぎながら、周回していくという感じになっております。まずポイントショップを見ていきましょうか。まずこの一番上がファイの衣装になっております。裏面の影1500ポイントと。で、次がアーティファクトのコーナー1000、アスト鉱石の上級が ×5 が10個いただける。そして一番右手側が元素上級が ×5 という形になっております。下の欄行きましょう。雪の結晶の方でしょうか、ブーコ、そして星 4SP キャラ召喚源、クロメを含むが ×1 で5枚いただけると。で、アスト鉱石神話が5個で1セットで5ってことは、25個手に入ることができると。そして、残るはゴールドがいただけるという感じになっております。まずここで欲しいっていうのは、まず裏面の影の衣装でしょうね。そしてアーティファクトのこんなアスト鉱石上級で、神話の方もいただきたいと。まあそして星 4SP キャラ召喚権が、確定の星 4SP キャラが出てくるので、まあこれは5枚取っておいて良いかと思います。もう中にはブーコ必要性もないのかなっていう人も出てきているかとは思いますが、まあ何らかのためにゲットしておいた方がいいんじゃないかと思われます。で、計、この星の結晶と雪の結晶と呼ばせていただきます。青の方を僕は星の結晶と呼ばせてもらいましょうか。これ星、まあ星でいいか。星の結晶、青の方、青とまあ雪の結晶という形で、まあちょっと話させていただきますと、上の方の青の結晶の方、青の氷の方はねもう何言ってんだかちょっと分かんねえな、申し訳ない。上の星の結晶の方ちょっと見ていきますと、1500以上で、そして次が50が10回ということで、こちらで1500、計3000ポイントあったら全部のアイテムを交換できると。下の方を見ていきますと、ブーコが750が2で1500と。で、召喚権が1000、これで2500になります。そして圧縮鉱石とゴールドを両方足すと500になって、こちらも3000必要な感じになっております。ポイントとしてはいるいらないという選択肢があるとして、この元素上級は別にいらないよっていう方は、青の結晶よりかはこの下の雪の結晶が多少多いポイントでいただけるような形の編成で組むと良いんじゃないかと思います。今回選んだ周回場所はこちらになります。デレンと、5番目、スパイクが出ているところでございます。まあ真ん中ぐらいですね。5番のステージをちょっと選択していきましょう。私の編成はこちらになっております。デレンと、イブワンバック、そしてジューダスダイヤオルグ、そしてファイの編成となっております。今回このイベントの中で、キーマンとしてはジューダス、そしてイブですね、この2人を入れることによって、こちら青と黄色の、結晶が6ポイントずついただくことができるんで、この2人はぜひとも入れておきたいところでございますと。で、もう1点のポイントとしてはこちらですね。アベルを選択するかファイを選択するか、下の方のポイント数見てもらいますと、プラス3になってますよね。プラス3で、ダイヤが雪の結晶の方なのでぜひとも入れたい。あとはファイ入れたっていうのが、先ほども話していた通り、青のかけられるか、雪の結晶の方がポイントを早く溜まってほしいっていうのもありますんで、ファイを入れた編成になっておりますということで、早速やってみましょうか。自分の場合は、オートスキル切ってます。で、イブの、神話スキルを1にしてます。これで通常挟ませていただいて、まあ通常というか神話スキル出してもらっていきます。で、1点ポイントはこの第2ステージ、特にこのイブがここで凍結入る可能性が結構ありますんで、凍結のついたアクセを必ず持たせてください。そうすれば必ずいけます。はい、今度オートスキル入れたような状態で放置プレイしてみましょうか。まあ1ターン目であるこのジェイブに関してはもうほぼ神話スキルの1で倒してしまいます。ここですよね、誰が出てくるかわからない。スキルとしては
なので、全く効かないパターンもあるという感じですね。もうここでタイムロスしちゃうんで、できることだったらオートスキルは切った形でやる方が僕はいいと思います。ほぼこのイブの神話攻撃で一発でいけるんで、凍結に注意すれば、早い周回ができるんじゃないでしょうかと。これ雪の結晶が15の青の方が16、青がちょっと1ポイント多いんですが、一応ファイとオルカどっちか選択、オルカじゃないか、ファイとアベルか、アベルの選択で迷いますが、ファイ入れて雪の結晶15なので、これでアベルを入れるとアベルの方に、加算がされているので、12個の雪の結晶と星の結晶の方が18とかっていうポイントになってしまうので、これを16の15でやっていけば3000ポイント貯まりやすいんじゃないかと思います。はい、ということで最後にですが、はっきり言って経験値のやついらないなって思っちゃったら、もうここのオルカのところ2でもいいからこっちに入れてみるっていうやり方もありかもしれない。これによってさらに雪の結晶の方が多く取れるという形を作れます。なのでこっちのやり方でもいいかもしれない。これで一体何ポイントもらえるかちょっと見ていきましょうかと。3、さっきそういえば時間見てなかったね。時間何秒ぐらいで終わった？とりあえずジェイブ君のステージは10秒ぐらいでいけるかな。でここで固まらなければね、リングでしっかり凍結対策してあるんで大丈夫だと思いますが、21秒ぐらいですかね。このぐらいだったら簡単に紹介できるんじゃないかなと思います。最後に注目13の17、このペースでやっていったら結構早い確率でいくんじゃないかなと思います。はい、ということで最後にですけど、こちらイベント実績、こちらの方でも、アーティファクトの粉プラス100回クリアすることによって石化セット宝石召喚券、召喚ですがね、いただけるんで、ぜひとも100回プレイしてみるといいんじゃないかと思います。ただね、ちょっと難点なのが1回プレイが鍵30なんですよ。これ結構でかいんですよね、はっきり言って。その分1月7日までゆっくりできるんで、毎日配布される300の鍵を余ってしまったらここでどんどんやっていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ぜひともね、これ周回して一生なり、戦力アップのために続けてみるかと良いかと思いますが、難点はね、まずイブを必ず手に入れてからプレイした方がいいと思いますんで、ぜひともそちら10回はちょっとガチャ引いてみてくださいということで、本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョコチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。